明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、最近スターウォーズを見たベッキーです。新年一発目のカオスの壺始まりました。はい、今日はお忙しい中ガンモ西岡さんに来ていただきました。どうもドアップ、あ、ドアップですね。よろしくお願いします。ガンモ西岡です。身長も大きいですよね。はい、身長も大きいですよね。そうなんですよ、180あるんですよ。あ、やっぱ大きいんだ。はい、180の体重が109です。はいはい、おー、100キロ超え。丸9。100キロ、丸9です。すごい、丸9。女子高生に大人気。ということで今日はさっきまでダラダラ喋ってたんで、なんかそのダラダラ延長でいろいろと聞いていきたいなとは思います。はい、でさっきちょっと映画好きって言ってたんですけど、はいはいはい、まあ、映画好きという、そうですね、結構スターウォーズはね気になってね、うん、18日や開けといたんですけど、はい、チケットが取れないですよね。え、そうなんだ。チケットが全然取れなかったですよ、ネットで。え、予約でも予約してなかったってこと？いや、3日前に、おう、あのずっと18はもう開けといたんですけど、はい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 、まあ3日前ぐらいに取れば大丈夫だろうと思ったら全然開いてなくて、なんか千葉の方に開いてたんですけど、ちょっとそわーっ、そうですね、ちょっと遠いですね。っやっぱほらなんかあの仮装してワイワイなんか騒いでる、うん、あの群れに参加したかったんですよ。はい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 、何の仮装する予定だったんですか？まあまあそれも考えてなかったんですが。邪魔だ。邪魔だ。それで千葉まで行くのきついですね、だいぶね。そうですね。席取っちゃいますからね。そうですよね。こちらね。そうそうそう、あのビッグ席みたいなやつに。でもあのジャバザハットってあれ、うん、マツコデラックスに似てます。あ、似てる。似てる。似てますよね。似てる。やっぱ思います。思います。あ、言われてみれば。ね、見ながら思ってました。そっくりですよね。マジか。なんかカエルみたいなの、うんうんうん、頭噛み砕くあのご飯こうやってやってる姿とかぶりますね。へえ、うん、そうそう、映画ね年間結構見てらっしゃるんですよね。そうですね、うん、まあ、去年あたりまでは、まあ、400とか、うん、すごいよね年間よ。僕だから先輩で寿司さんっていう映画コメンテーターみたいにやってる方いらっしゃるんですけど、その人が500ぐらいなんで、おお、まあ俺本職でやってるの見すぎだよって言われます。年間500だと何本見ればいいんだ、1日。あ、でも多い時まとめて6本とか見ますね。だって別の映画を6本ってことですよね。そうですね。きついな。きつい、まあでもきつくないですよ。え、だって2時間だったら6本は約12時間は映画見てるんですよ。でも大体2時間ってないですよね。1時間45くらいなんですよね。じゃあ、まあ、毎週1本で年間50本だから、うん、毎週10本ってことですね。あ、そうですね。1週間10本なかなかですよね。よほど暇だったんですよ、これ考えたらね。まあまあまあ、そうですよね。すごい、だってうちの事務所の社長も、うん、結構300とか見てた。あ、すごいですね。どんな暇な連中。社長もね、そのタレントもみたいな。みんなで映画を見る。みんなで見てる。あ、逆にみんなで見る分にはなんかその時間取ってもらえそうでいいですよね。まあまあまあ、そうですね。え、じゃあ去年のベストオブ映画は何だったんですか？去年っていうか、まあその、うん、僕基本ワウワウさんが提供してくれたものを見るタイプなんで、その方が偏りがないんですよ。なんかこの恋愛映画見ないだろうっつうのって絶対見ないじゃないですか。あ、確かに。レンタルショップと、うん、ワウワウの場合はそのもう片っ端から見るんで、強制的にね、強制的に変なのも見るんですけど、うん、はいはいはい、あれベスト、でも去年ではないですけど、うん、今度あのドラマで、はい、私を話さないでって多分 TBS かなんかでやるんですけども、うん、主役誰だったか、あれ綾瀬はるか主演でやるんですけども、はいはいはい、それ本当はあの元々小説だったんですよ、イギリスの和夫石黒さんって、はい、まあ、元々日本の方なんですけども、まあ、ロンドンに住む、イギリスに住まわれて、で小説家で賞とかもいっぱい取ってるんですけども、その人が書いた私を話さないでって、これ映画化されたんですけど、これはなかなかいいっすよ。へー、でそれを日本でドラマでやるんだ。今度やるんですよ、へー、TBS で。
どうなんですかね、ハードル高いですね、それね。ちょっとね、内容が重いんでね。あ、重いんだ。はい、ざっくりちょっとだけあらすじを教えてください。ちょっとだから要は寄宿舎みたいなのがあって、はい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 、はい、そこの子供たちっていうのは特別な子供たちで、はいはい、もう将来が決められてるんですよ。あ、で、まあいいっすね、もうちょい話すと、うん、もうちょっと、なぜかっつうと、その人たちは臓器移植の臓器提供者になるため育てられてるんですけ ど、ね、それを知らないわけですよ、子供たちは。で、ある程度年齢がいくとみんな感づき始めて、うん、あれ、あいついなくなったな、あいついなくなったなっつって、はいはいはい、自分らが臓器提供する側だということに気づいて、まあでもそっから逃れられず、はい、で、なんかその何かをその臓器提供者の人同士で結婚するとなんかその逃れられるみたいな、なんか都市伝説みたいなのがあるんですけど、でそれが実際どうなるのかって、まあその先言えないですけど、先はちょっとね見てから、都市伝説なのか本当なのか、面白そうですけど、なんかドラマにするには重たい内容ですね。そうなんですよね。だから多分白夜行ってあったじゃないですか、東野圭吾さんの、はい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 、あれの多分枠だと思うんで、やっぱ重たい感じの、暗いね、暗い感じのでしょうね。なんか最後ちょっともうおわーってなるやつ ね。いや、そういうの結構好きなんですよね。あ、重たいの、私今まで見た重たいのはダンサーインザダークは重たかった。重たいですね、あれもね、重たかった。なんかもう誰も救われないみたいな、あそこまで行くとちょっとね、きつかったな。ね、しかも血迷ってちょっと映画館で見ちゃったんですけど、本当帰るときちょっと切ない気持ちに押しつぶされそうになりましたよ。まあ、あれでも評価ね、する人もすごい多いですよね。ね、なんか偏ってますよね。あれはね、美容区がね、なるほどな。じゃあそれは映画の題名はなんていうんですか。私を話さないですね。あ、そのまんま。そのまんまなんだ。はい。チェックしてみます。書いておこう。見てください、ぜひ。うん、私は映画の方は誰がやってるの。キャリー・マリガンって知ってます、分かんない。あとは、華麗なるギャツビーとか出てますね。あ、はい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 、デカプリオ、デカプリオ、はいはいはい、はい、ちょっと見てみよう。重たそうなんで、最近重たいのあんま見てなかったので。あ、そうですか。うん、ちゃんと体調整えてみて。そうですね、持ってかれないに気をつけな、ね、本当に。じゃあ結構やっぱ見るんです ね。それは昔からですか。いや、もうここ数年ですね。5年ぐらいですかね。あ、なんかなんか物を一応作る人間じゃないですか。そのなんかアウトプットするにはその何十倍ってインプットしなきゃやっぱできないっつうのをよく言われたんで、そっからまあ見るようになりましたね、意識して。それまではもうほとんど見なかったですね。もう男は辛いよぐらい。それはもう鉄板で大好き。それはもうずっと好きなんですよ。もうだから、あとジブリ映画が好きだったんで。さっきちょっと紅の豚に似てるって言われたんで。こうヒゲが。まあだからあれなんですよ。もう見方がおかしいんですよ。みんなに言われたんですけど、一番ハマったのが魔女の宅急便だったんですか。はいはいはい。あれ、俺が小3とか、あ、そう、さっきね、同い年だったから、小3とか4ぐらいですよね、はい、で、あれビデオを撮って、はい、で、夏休み1日2回とか3回毎日見てました、はい、ちょっと今親近感をいただきました。同じ映画を、はい、もうだセリフも全部覚えちゃうみたいな、はいはいはい、気違いですね。そんなね、はい、いや、外吉な感じで、外吉がね、キーちゃんですね、はい、見方をするんですよ、はい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 、今でも、今はもうしなくなりましたけど、はいはいはい、そうっすね。あと、もののけ姫とかももう何百回って見ましたかね。でも DVD 買った方がいいよって言われる。そうですね、買いました。買いました、買いました。宮崎駿のコンプリートボックス買いました。あ、それ買ってないです、ね、ないですか。あと、高畑勲のコンプリートボックスもあるんですよ。持ってないんで、欲しいんですけど。結構値段するんですよ。そう、するんですよ、5万ぐらい。なんか DVD とかで、なんか NHK で、なんか映像の世紀って、うん、今までの、はい、ニュース映像、はい、その映像が始まってから、はい、バッ
ってもうね、はい、あるん、白黒からカラーまでのその主な出来事あれしたあるんですけど、あんなの NHK タダでやってるのにあれ DVD で買うと数万するんですよ。そう、偉い、そうそう、偉い値段しますからオンデマンドでやってくれと思いますからねそうそう、 NHK の本当に NHK のね、そうそうそう、それね。でもたまにあれですよね、あのそのかいつまんでというかやってますよ ね、 あのちょっと時間でね、まだ年始やってました、ね、やってましたね、ヒトラーのやつとかやってましたね、はい、NHK やし NHK ばっかり見るんですけどテレビだと。あ、僕もそうですね。あ、本当親近感いや72時間とかお、あれね、定点カメラのやつでしょああいうのはね、やっぱね、はい、ドキュメンタリー面白いですよね。面白いですよね、あの金かけてない感じ。そう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 、まあでも人材はすごいかけてるらしいです、ね、もう何ヶ月とかその若手のスタッフを派遣して、もう単調通だけを撮ってるとか、なんかすごいですよね。やっぱそういうの民放じゃなかなかできないじゃないですか。できないよ、やっぱ受信料払わないと、うん、そうなんですよね、できないですよね。そうそうそう、いや面白い、あ、そう面白いんですよ NHK のね、あのカツオの一本釣りとかね、仕事のプロフェッショナルとかね、最高でしたよ本当にでも NHK はそれ NHK の話に引きずられてまあ映画の話で、え、ジブリだとじゃあ魔女の宅急便が一番好きなんですか。いや、なことないですね。全部好き。いや、紅の豚が一番好きですかね。ああ、やっぱ男の人多いですね、はい、そうですか、うん、やっぱロマンなのかな、あの雰囲気が。でしょうね、なんか、うん、あれに僕の好きな、なんかその男はつらいよのトラさん、あ、厚木あトラさんにしろ、はいはいはい、車トラジロにしろ、はい、そのポルコロッソにしろ、はい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 、あとルパンも好きなんですけど、なんかみんな似てるじゃないですか、うんうんうん、なんか女好きではあるんですけども、うんうん、なんか最後いけないみたいな、はい、なんで幸せになんないみたいな、なんかそういう雰囲気が好きなんですよね、はい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 、なるほど、確かに最後ちょっと一人で結局いるみたいなね。そうそうそう、なんかなんか背中に哀愁を感じさせるような男になりたいみたいなのないですか。お笑いとは真逆なんですけどねその感じはね、真逆、真逆です。でもやっぱ松本さんもなんかその笑い、背中で笑いを取りたいみたいなこと言って、あと志村さんのコントとかたまに真面目なのを、おうおうおう、あの NHK とかでやってるのとか、はいはいはい、結構背中に哀愁を感じさせて、なんか笑いを取るというか、なんかまあなんつ笑いというのはまた違うんですけど、なんか、うん、そういうのありますよね、なんか背中でなんかみたいな、あ、背中がポイントなんですかね男の人の、うん、ありますね、なんかそういう憧れというか、一番いい背中はやっぱ誰ですか、なんかこの人の背中良かったなみたいな。なんかね、結構武田鉄矢さん好きなんですよね。あんまイメージないかもしれないですけど、うんうん、なんか背中つうと高倉健さんとか、うん、そっちそっちそっち系のイメージですけど、うん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 、でもあの人もなんか役どころ的には結構そのポルコロッソとかに近い雰囲気はありますよね。まあそうですよね、うんうんうん、それこそ白夜行の刑事の役だったり、はいはいはい、今やってますけどね、再放送。なるほど、あ、そうなんだ、なんかこうちょっとしがらみを抱えた雰囲気ね。なるほどな。なんか、なんか影というかミステリアスというか、あ、そういうのがなんかすごい俺重要だと思うんですよね。そのお笑いにしろタレント業とかなんか、はいはいはい、タモリさんのサングラスってその最たるもんじゃないですか。なんか、うん、あのサングラスの奥どうなってんだって、すごいなんかあれだけミステリアスじゃないですか。あれが普通の眼鏡かけたら多分そんな、あ、こうなんだみたいになっちゃうと思うんですよね。なるほどね。なんかちょっとこう何考えてるのか分かんないみたいな雰囲気がやっぱいいのか、うんうん、そうですね。だからなんか昔のスターってまあ私生活を語らないっていうか、そういうところあったんですけど、まあお笑いなんかはね、私生活もネタにしろっていうのはありますけどね。なるほどな、私生活もネタにするっていうのはなかなか大変ではありますよね。まあだからでも失敗をなんか、うわやっちゃったよって思わないで、だったらこれもうバカ話にしちゃおうっつうか、笑いに変えて、うん、すんごい滑った話とかもなんか面白おかしく、やっぱね、
逆に言うとそれもなんかあれですよね。終わっちゃった。もうちょっと本当に NHK の話を聞き